おはようございます。大犬のふぐりが咲いてます。ようやく春が来ました。今日は休みです。今車の整備をしてます。今日は YouTube 撮影します。よろしくお願いします。天気です。蔵王の眺めが良かったので、撮影しに来ました。これなら川崎町にドライブに行ってもいいな。最高に見えますね。はい、今八木山動物公園、八木山前ですね。八木山動物公園駅前のガソリンスタンドで入れました。もうね、本当は今日レストでゆっくりする予定だったんですけど、あまりにも天気がいいんで出かけようと思います。で、膝が痛かったんですけどね、さっきちょっと自転車乗ってもまあまあ乗れました。それから車ですね、車で出かけようかと思ったんですよね、膝痛いし。だけどちょっとね、車だとなんかね、こうつまんないなと思って、で自転車で出かけたいんですけど、膝を休めるためにね、ちょっと真ん中を通って今日はバイクで、珍しくバイクで出かけてきます。はい、蔵王の見えるところに来てみました。なんとなくなんですけどね、ここに来ちゃいました。で、今日はタオルを持ってきてるので、この後は蔵王の青根温泉でも行ってみようかなって思います。では、蔵王をお見せしたいと思います。これが釜房湖ですね。動画でよく見えますかね。これが蔵王です。屏風って言ってね、壁のようになってるところ、あそこ前スキーで滑ったんですよ。もちろんスキー場じゃないですよ、山スキーでね。湖畔公園から何分ぐらいかかったろうな。1時間はかかってないけど、結構かかって青根温泉まで上がってきました。もう道にはすっかり雪はないですけど、ちょっとね、上がってきたんで冬っぽい感じはしますけどね。春を感じます。こっからは蔵王の眺めは見えませんね。すぐ目の前がジャッポの湯温泉なんで、温泉入っていきたいと思います。はい、温泉入り終わってちょっとゆっくりしてました。ワーケーションじゃないですけどね、ちょっと整骨院に20年ですね、勤めてて、ちょっとここで集大成として整骨院運営のね、いろはっていうのを執筆したいなということで、今ちょっと文章を考えてました。こんなね、天気のいい日に眺めのいいところでその仕事の文章を書くっていうのはね、まさにワーケーションって感じですかね。ノートでね、500円ぐらいでその販売したいと思ってるんで、よかったらね、皆さん買っていただいてご協力いただきたいなと思います。
まあ私に寄付すると思って500円でノート買ってください。よろしくお願いします。じゃあね、まあ、仙台の方帰って、まあ、こっから1時間半ぐらいだと思うんですけど、またその執筆の続きをやりたいと思います。今日はお疲れ様でした。フラッとね、休みの日に青根温泉まで来ちゃいました。まあ、本当に天気が良かったんでね、最後釜草湖から蔵王を眺めて帰りたいと思います。はい、道の区湖畔公園まで帰ってきました。もうね、ちょっと逆光気味になってて、蔵王がね白くしか映ってないんですけど、まあまだまだ眺めいいですね。画面の右手側、まあ北蔵王ですね、妙高峰、ガント山で続いてます。今日は下部です。下部でね、ツーリングしてます。青根温泉入って、まあ道の区湖畔公園に戻ってきました。さっきはね、あそこの建物から映しました。本当に天気良くてね、穏やかで、風も少ないですね。で、あったかい春の、まあ、日差しですね。まあこうやってちょっと見てもらえばわかると思うんですけど、まあちょっとずつね緑が出てきてますけど、まだね桜なんかもこんな感じです。まだ冬景色な感じですよね。さすがに雪はないですけど、宮城県川崎町こんな感じです。最初ね、宮城に来た時川崎って聞いて、なんか神奈川にある川崎かななんて、地元の人との会話の中でね、川崎川崎って言うから、どこのこと言ってるんだろうなって、まあ、ずっと思ってたんですけど、ここは川崎町っていうところですね。まあすごいいいとこです。釜草ダムもあるし、蔵王の眺めもいいですしね、温泉もありますし、まあ仙台から1時間もかかんないでここ来られますからね。まあ、こんないいところに私は住んでます。はい、じゃあ今日は下部でのツーリング、青根温泉、蔵王の景色を眺めるっていうことでやってきました。まあ、天気のいい日にね、下部に乗れたんで最高でした。よかったらまた見てください。はい、お疲れ様でした。またよろしくお願いします。